自民党の次の字も言ってないですよ小池さん立憲民主党と共産党国政にとっては非常に大打撃を受けました岸田首相への今後の秋の創設に向けてね影響与えるんですよね河野さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします、えー、東京都知事選で小池由里子さんが参戦を決めました 支援していた自民、公明にとっては一安心というところなんでしょうか、はい、そうですね、一安心だけど、まあ、これによって、何かこう、大きく自民党が国政において、信任されたとか、岸田首相のこれ、秋の総裁選に向けて追い風になるとか、そういうわけでもないんですよね、これね。うん 永田町の空気感としては、前向きには捉えてはいるいあ。勝勝つつ負けるよりは方というのも、もう小池さんの選挙戦略が、もうこれ、自民党隠しと言っても過言ではないぐらい、もう街頭演説、多分聞きに行った方だったら、私も言ったけど分かると思うんですけど、自民党の知の字も言ってないですよ、小池さん。どういうことかっていうと、蓮舫さんがですねあの、出馬会見、立候補の表明するときに、 あの裏金の自民党許せませまんよねとでその裏金自民党にとつながっている小池さんも、もう同罪許せないというようなあの会見されたんですよね。で、反自民、非小池、都政みたいな言い方をして、要は国政の自民党が今、あの派閥の裏金事件で非常に揺らいであの、岸田政権の支持率も下がっています、自民党の政党支持率も国政として下がっているという状態で。あのー 背景にあるのは選挙で連戦連勝を立憲民主党はしてたんですよね。4月の参保衆院三補選に立憲勝ち自民党は全敗し、あの島根みたいな非常に自民党強いと言われたところでも落としで、静岡の知事選でも自民党が負けて、あのその後自民党はほか、ね、にもち港区長選とかです、ね、目黒の都議補選とか東京都の、割とそと小さい単位の選挙でも負け続けてた中で蓮舫さんはもう自民党と小池さんはつながってるじゃないかって出てきたわけです。それ,それに対して小池さんも 敵、まあ、ながらやっぱりじゃないですけどね、蓮舫さんから見たらですよ、あの非常に試合、後者ぶりを見せて、ですねもう,もう自民党とは全く言わずに、自民党を隠しをして選挙を進めていったと、そういうところがあるので、あ,あまりその国政の自民党にとっては関係ない、もっと言っちゃえば、もう一つの選挙の方がよっぽどです、ね、国政に大きな影響を与えたという言えるんですね。そのもう一つの選挙に関してはまた 後半の方でね、解説しようと思うんですけど、そっちはもう、もろに自民党とか、次の衆院選の選考しようと言われてる選挙がありましたから、同時に。はい、隠してたとはいうものの、うん、その自民党が裏金問題でいえる中で、小池さんとしては、自民からの支援っていうのは、これ、難しいところで、国政自民にですね、あの例えば裏、例えば自民党のトレン。 東,東京都の自民党の組織のトレンの会長さんというのは萩生田光一さんというです、ね、非常に実力者なんですねもともと安倍さんの最側近とられた人であの安倍派の幹部でもありあの自民党の政調会長もされていた方なんですけどこの方がトレンの会長だったんですよただこの方は今回の,あの派閥の政治資金の不記載問題裏金問題であの党から処分も受けてるんですよね。で処分をを受けてていいる方はそのトレン会長を進めていたので えこのこ萩生田さんと小池さん非常に関係いいんですよね。だから一時ツイッターのトレンドワードでなんか萩生田由理子なんて言われてもしたんですけど、徹底してここ一緒にはまず選挙カーで並び立つことはなかったですね。だ、うん、から小池さんはうまく自民党の支援というのは裏でやってもらうっていう裏で自民党に支援してもらうというのはやっぱり都議会っていうのは。 第一会派が自民党なんでその都議会の自民党までは敵にいません,んですよ。で都議会とはうまくやらなきゃいけないっていう小池さん背景があったからもともと自民党を飛び出して選挙出たから都議会自民党とも国政の自民党とも関係は悪かったんですけどやはり1期2期やって今回3期目ってだんだんなっていく中で都議会の自民党もうまく取り込んだとも言えず取り込まれたとも言われたしうまくやっぱり関係を維持してやってきたから裏ではやってるし私さっきある自民党の都議の一人に 取材しましまたけどやっぱり彼なんかももう今小池さんの選挙、まあ、都議補選の選挙を中心にやりながらも裏でちゃんと支援してるって言ってて言ました、ねはい、まああのそうした自民党とのつながりがある小池百合子さんに対して蓮舫さんは与野党対決の構造を作ろうってっと思うんですが、はいまあ、敗れる結果となりました。はい まあ、あの立憲共産などにとって、どんな結果だったと。そうですね。だから、勝った小池さんと自民党、公明党にとっては、まあ、あまり勝っても、まあ、負けるよりは勝った方がいいけど、そんな大きな追い風になるような影響はなかったんですけど。逆に、あの立憲民主党と共産党、国政にとっては、非常に大打撃を受けました。というのは、これ、小池さんの戦略とは、あの真逆というか、正反対に。蓮舫さんの方には、立憲、えー、民主党も共産党もかなり。 あの力を入れててやってたんですよねこれ対照的で例えば小池さんと自民党や公明党の国会議員が並んであの街頭演説とかいろいろ箱,で箱物って言うんですよね屋内の施設とかで講演とかすることは一切なかったんですけど逆にもう蓮舫さんの方は街頭演説にこの前私見た時も野田佳彦さん前首相あ元首相して元首相の野田佳彦さんとかあと安住淳さんって国対委員長 あと辻本清美さんって今代表代行されている方もう立憲民主党の幹部あと枝野幸男さんですよね、えー、前代表枝野さんとかもうこの辺我々名前パッと言えるような幹部がもう軒並み入って一緒に外転説をしてもう本当に立憲民主党の候補みたいあと共産党もですよねあの委員長の田村さんとかも入,っ入りましたしで逆にもう共産党はもう組織を挙げて応援してましたから。 もう立憲民主党と共産党とってったらも、ほぼ公認候補といっても過言ではないぐらい力を入れてお互いやってたので、これでまあ今回、こういう結果出たということなんで、非常にどちらも打撃を受けたと思います。 なかなかその与野党対決の構図みたいなものっていうのが有権者にはちょっと響かなかった部分が、うん、そうでしょうねあのやはり国政におけるこういう裏金事件とかあって自民党をけしからんっていうのがあったからそこにうまく蓮舫さんはそういった民意を救おうとしたけどなかなかあの都,都民の人たちの感覚はやはりそれと都政は別よね、まあ別まあ、全く別とは言わないけどそれとは別にやっぱり都政は都政で選びたいっていうのは民意だったってことでしょうね。 一方でですね、国政政党とは無縁であることをアピールした石丸信二さん、はい、一定の支持を広げました。そうですね。長田町関係者はどのように受け止めているんでしょうか。こっちの話は衝撃ですよね。みんなまだ静観してますけど、ここまで取るんだっていうのは非常に。で、これ何が衝撃かって言ったらおそらく、まあ小池さんと蓮舫さんっていうのはある意味。 どちらもニューースカスター出身でちょっと似てるんでですよね経歴がで党の大臣も経験されてるし国政の方ででどちらもやっぱりテレビを非常に切り尽くしたテレポリティクスのやっぱ長寿というニュースキャスター出身の2人がやはりこう平成がねテレビの時代でずっとやってきた中で今回石丸さんってもうこれ YouTube ですよねあと切り抜きの動画 TikTok とか YouTube ショートのものすごい再生回数で YouTube をジャックしていて。 であれって一回ねみんな見ると「あなたこれいいんでしょ」っつってどんどんアルゴジェムで進められてるからもう石丸,石丸石丸石丸みたいにすごかったですよねもうね、うん、だそういったのに対するやっぱり自民党の人たちの受け止めって結構あのやっぱ若い人たちは結構深刻に受け止めてますよねうんまあ今後ね石丸さんがどういう方向に進むのか、ね、そうですねぽっと出てきてこれだけの票を取るわけですからで街頭演説なんかもやはりすごい 集客というか集まり方してましたからね、一つの大きなムーブメントを作りましたよね、彼は。先ほどですねあの、もう一つの選挙が注目だというふうにおっしゃいましたけど、はい、これはどういうものですかこれがですね、面白いと言ったらあれですけど、都議補選なんですよどういうことかっていうと、まあ、都知事選に合わせて、同じ日に選挙に行く都議補選があって、補選っていうから、まあ、補欠選挙ですよね、普通はまあ1個、2個だと思うんじゃないですか、今回9つだったんですよ。 だ都議選全体がまあ30があ,のあった中で9も選挙をやるともうほぼこれ補選というよりは都議選だっったとと言言ても過でではないと思うんですよねでこれ何がこう注目かっていいますと9個の選挙区が補欠選挙だから定数が1要は全部 1, 1, つ1人しか選べないわけじゃないですか。すると 公認知事選っていうのはみんなあの党の公認候補とかではなく戦いますけどこっちはも,うもろに公認候補なんですよ自民党も公認候補を出す共産党も公認候補を出す立憲民主党も公認候補を出すで日本維新の会も公認候補を出すだからあの自民党の、ね、石橋茂元幹事長が非常に象徴的なことを6月の月末27日から言っていてあの都議選,都議選の,、ね、この補欠選挙の勝敗が いつ要はもうで、非常に厳しい結果が出れば、党の立て直しがものすごくあの急がれるし、重大な課題になるんだと、さっきで私、知事選は実はあんまり自民党もう、小池さん、自民隠ししたから関係ありませんよって言ったけど、都議補選はもうこういう自民党の幹事長経験者が、もう先行指標だと、次の衆院選の。 あの衆院選とね、この都議補選が、選挙区も結構被るし、で萩生田さんとかあの下村さんとか、今回、自民党の中で厳しい処分を受けた人たちの地元であの補欠選挙やってるんですよ、板橋区と八王子市かなそういったことを考えると、こっちの方が非常にあの結果が、もろに国政に影響を受けるし、岸田首相への今後の秋の総選に向けて、ね、出れる、出れない含めて影響を与えるんですよね。 都知事選の方は自民各新みたいな形でやってましたけども、うんはい、割とばんばん有名な政治家の方が応援に入ったりとか。入ってますね、八王子だと、石破さん入りましたね、まず石破さんが入って、あと最近、若手のホープで、これも急に最近、総裁候補だって出した小林さんね、小林隆之さん、小葉ホークさん、あとね、あと誰やったら、小泉進次郎さんが入ったのかな、うん、あと、八王子だけで,で、入ってもあんまり街頭はやらないんですよね。やっぱりこう萩生田さんへの やっぱり八,自民党やっぱ八王子だとやっぱ自民党への印象があれなのかなぜかこう箱って閉じられた中でやったりしてて石破さんみたいなある意味知名度高い人だと普通は街頭とかやるんですよね八王子だと八王子駅前ターミナルでやれば普通は夕方とかやればね大勢の通勤客の帰りに捕まえられるはずなんだけどなぜかやってないからなんか行くんだけど顔隠しみたいなだから結構ポストを岸田ってやれてる人は入ってるんですよ今回。 で朝日新聞の記事でも書いたんですけどポスト岸田っていう人がどんどんその都議補正の親に入ってあの選挙の顔としてやろうとしてるけどなんか顔出す駅前じゃないちょっと目立たないなんか屋内の施設でやってるみたいな微妙な選挙になってますけどただ何が言いたいかってそうは言ってももう完全に自民党がだから9個あるうちの8個出してるんですよねあの選挙区に。で共産党と立憲民主党は完全に炭焼けをしてるんで、えー、共産党が4つ立憲民主党が3つ。 与野党今の小池さんと蓮舫さんじゃないけどあの与党 VS 立憲か共産の戦いになってるってことですよね。うん、で都民ファも4つ出してますから、うん、でだからここで勝敗ラインとして自民党は一応4勝って言ってますね。まあねえ国政の第一与党天下の自民党が全部なんか謙虚な目標なんですけど一応8個出してて9個のうちあの最後の南多摩だけ本当に。 直前だったんですよねあのお亡くなりになったということで前の方が急に選挙になったからちょっと自民党も候補間に合わなくて南多摩以外はだから9個あるし8個は自民党出していてそっち半分取れれば一応今回まあ合格点だろうっていうのは自民党の都議会の中でとか自民党の国政の中で私が取材している限り聞く声ですよねこれが仮に全敗とかですね。 8個出して1勝とか2勝でとどまるといよいよこれ石破さんも先行しようだって言ったわけですからなかなかだから難しいとだから皆さん都議補選のね結果に注目されるとあのいいのかなと国政の影響っていう意味では知事選よりも知事選はまとめてしまうともうおそらくあまり自民公明に とって小池さんが勝ったことはそんなにプラスでもないしマイナスでもないそれは負けるよりは,それはもちろんいいですけどその大きなプラスにはならないとなぜなら小池さんは自民党を隠して選挙したからで、えー、対する蓮舫さんの方はや蓮舫さんを立憲民主党と共産党は前面に出て戦ってやったのでこっちは野党のこの立憲民主党と共産党の選挙協力においてものすごい大きな影響を与えますあの衆院選においてもこうやって組んでいくことがいいのか悪いのかで えー、立憲民主党にとっては共産党を選べばあの連合って自分たちの支援組織がやっぱりそれをすごい反発するわけですよね。でそうすると連合を取るのか共産党を取るのかだから泉さんはものすごいこれからまた難しい舵取りを迫られるしあと蓮舫さんっていうのはあの野田さんに非常に近い方ですよね。 で今、泉さんに代表を変えて、代表選、立憲民主党も9月になりますから、野田さんがいいんじゃないかと、あの首相経験者がいいんじゃないかという声もあったわけだけど、こういったことにも影響を与えると思いますから、こっちはあの非常に影響を与えるようなという,いう状態ですね最後、ちょっと話がずれるんですけども、はい、今回の都知事選では、ポスター掲示板がジャックされる、うんまあ、混乱も多くあってそうですね。 今後、このあたりの規制をめぐって国会で議論になっていくということありそうなんでしょうかそうですねあの、ありそうだし、もうしなきゃいけないと思いますよね、これだけあのポスター問題とか、あの政見放送が荒れてしまったわけですから、でこれはあの、例えば自民党だと、あの自民党、茂木幹事長があの記者会見でやはり何らかこれ、対策をしなきゃいけないと。 法改正を含めてやらなきゃいけないよなってことを会見で発言されました。で、公明党は直近でおそらくプロジェクトチームを立ち上げて、こういったことを、公選法の改正をあの考えようってことを始めてますしあの、日本維新の会とか立憲民主党の中にも、野党の中にも、やっぱり何らか、もうこれ何もしなきゃいけないと。要は前提にね しててないことが起きてますからねポスターはもう選挙の自由をのために何も規制しなかったのがそこの、まあ、ある意味法の裏をつくようなことが公然と行われてしまったわけだから何らか対策をしようということなんですよただもう衆議院選がいつあるのか秋には自民党の総裁選総理変わるかもしれないか変わらないかもしれないあの岸田さん出れるか出れないかよく分からない状態で立憲民主党も代表選があるでこういう状態だからちょっとねあのちゃんとこれをあ なんだ引き継いでやってくるかどうかちょっとここから秋にかけて今度国政の方が流動化するからただそういったことは抜きにしてこれはこれでやらなきゃいけない課題としてあのしっかりとあのテイクノートしていくべきですね政治全体として、は。い